ツーアウトになっています。打ちました、取った、一塁アウト、スリーアウトは2番に入っている赤羽、まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか、インサイド決まっています。打ちました、痛烈、入れました、ファールボール。落ちる球、さあ勝負してくるのか、引っ張った、取りました、一塁へ、アウト、ツーアウト。1番バッター赤羽、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド外れます、際どいコース外れました、ボール先行です。打ちました、ヒットになった、ランナー出ました、ヤクルトスワローズです。ツーアウトランナー一塁、3番バッター青木、先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。走ってきた、キャッチャー送球して、ナイスボール、成功です。これは無警戒だったでしょうか、ここでスチールを決めます。ランナーの足を考えるとよく走りましたね。まずは空振りを取ります、ストレート打った、セカンドの右、飛び込んで抑えた、アウト、スタンドのファンからも歓声が届きます。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました、3対1、タイガースが勝ち越しに成功しています。バッター赤羽、前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか、打った、これもいったか、伸びていく、どうだ、そのままスタンドに入りました、勝ち越しのホームランです。スワローズ、試合の流れをぐっと引き寄せる一発となりました。高めに浮いたストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。スワローズ勝ち越し、4対3、ここ一番の集中力が光ります。この回一気に逆転となりました。ベンチではチームメートに迎えられ、盛り上がっています。それにしても低い弾道で一直線に行きました、見事ですよね。このゲーム中盤、ここでリードを取りました。バッターボックスは2番赤羽、先ほどの打席で一時勝ち越しとなるホームランを放っています。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか、ボールになります。このクロスファイヤーは対応が難しいでしょうね。はい、低めストレート、空振りでストライク、ワンボールツーストライクです。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、同点のソロホームランです。スワローズ、この終盤試合を振り出しに戻す大きな一発となりました。追い込まれてからのストレート、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。同点に追いつきましたヤクルトスワローズ、5対5、見事な一発が飛び出しました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。見事な打球でした、あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。ゲームは同点、行方は分からなくなりました。バッターボックス赤羽、先ほどの打席で同点となるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でしたよね。はい、今日はバットが振れてるんで、ここも期待したいですね。はい、この打席も期待しましょう。レフトに持っていった、これは大きな打球、入った、ホームラン、サヨナラ赤羽、サヨナラホームラン、試合を決める劇的な一発となりました。チームメートに囲まれ今ホームイン、なんという劇的な幕切れ、劇的な一発、この人から